せーの、アミューズボイスアクターズチャンネル。はーい、泉風花でーす。やっほー、磯部かりんでーす。はーい、皆さんどうもどうも、前田香織でーす。やっほー、船戸ゆりえでーす。はい、ということで今日の企画はアミボチャンネルボドゲ部ブラフを駆使して生き残れコヨーテ。おお、コヨーテ、コヨーテ。ブラフを駆使して生き残れ。ほう、ブラフって何？ブラフって何？あ、あれですよね、アニメでよくある俺この後地元の故郷の幼馴染と結婚するんだ。それはフラグからブラフではない。ブラフではない。あれね、私、あ、そうなんだって思いがけてたら信じちゃって。本当にフラグじゃん。ちょっと本当にそう思ってた。え、あれはあれはなんか、釜かける的なことかな。あー、釜かける。釜かけ、あ、じゃあ心理戦ってこと。心理戦で、釜かけゲームやったことなさそうですね、皆さん。うん、ない、しょうもないんですけど、ルール説明します。はい、カードにはそれぞれ数字が書かれています。うん、山札から一人一枚カードを取って自分で見ずにおでこへ。場のカードの合計を超えないように順番に数字を宣言していきます。うん、最初の人は1以上の数字なら何でも OK、 前の人より大きい数字を言わないといけません。自分の前の人がこの4人のカードの合計より大きい数字を言ってると思ったらコヨーテと宣言します。おー、コヨーテと宣言されたら全員でせーのでカードを出します。ふんふん。で、カードを出したら、宣言した数字が場の合計をオーバーしていたらコヨーテ宣言成功です。で、宣言した、で、宣言された人、コヨーテって言われた人がその場合負けになります。ふんふん。で、合計を超えていなければコヨーテ宣言失敗なんで、宣言した人の負けになります。なんで、1人2ライフずつ持っておりますので、ライフが減っていくシステムです。で、どんどん人数が減っていって最後はタイマンになります。なんで、みんなの自分の数字見えないから。そうか、見えてる数字だけを見てギリギリを読んで宣言していくという。じゃあ勝った人はコヨーテチャンピオンになれる。コヨーテチャンピオンになれる。確かにコヨーテチャンピオン狙いますか。狙うわ。コヨーテ王になるわ。コヨーテ王になるし、フラグを返すから。確かにね。でもいろんな企画でチャンピオンにならせよう企画が封印ですごい熱いから。確かに。やっぱもうチャンピオンにもう反応しちゃうんだよ。何かのチャンピオンになりたいね。何かの。はい。カードの種類はなんかすごいいっぱいあるんですけど、いっぱいだね。それぞれ入ってる枚数も違うので、うん、なんかマイナスとか特殊カードがいっぱいあるんですよ。え、マックスは？マックス20です。20が1枚この中にあります。下はね、マイナス10かな。あ、わ、結構あるんだ。マイナス10。うわ、という感じ。結構難しい。なんで、運でございます。お、なるほどね。運ゲーです。運ゲー。じゃあ、早速いいですか、やろうか。やっちゃいましょう。やっていきましょう。イエイ。それではカード配ってまいります。はい、お願いします。はい、お願いします。うわー、ドキドキー。うわー、これだろうね。どうぞ。はい、もうここから勝負が始まっている。いやー、そうなんです。じゃあせーのでデコに。はい、せーの、じゃんじゃん。はっ、なるほど。え、なるほど。あー、あー、じゃあ行きます。私から。はい、1。うん、3、4、6。コヨーテ。コヨーテ。はい、じゃあ違うかな、出しましょうか。せーの、じゃん。あ、今すごいことが起きます。え、つまりないので1だ。1だ。やったー。待って、フラグ回収早くない？すごい。そっか、そっか、マックスゼロ知らないから。なんでもわかんない。早くない？いや、でも、にしても自分が1だとは思わなかった。そうだよね。だからこれ私が一番有利だったのよ。かりん
ちゃんが3って言った時点で、うんうん、あ、私もしかしたら1か2とかかもしれない、うん、か2とかかもしれない、うん、そうそう、で、思ったから、いや、私も実は次のターンで絶対言うと思ってたの、うん、そうだよね、やったー。やばくない、いや、これやばい、いや、私でも、うん、この自分以外のやつ見たときにめっちゃ笑った、うん、すごいことになってる、確かにすごいことが起きてると、だって、だって付けし合ってカオリン一族はゼロ、ね、ゼロ、そっか、あ、すごい、そっか、ゼロだけが見えてた、そう、だけど、うん、私は多分、おそらくさすがに1とかじゃないだろうって思うじゃん、1だった、5ぐらい、まあ5とまあぐらいかみたいな、そっか、じゃあ私が一番分かってたはずというか有利だったんだ、まあある意味本当はね、そうだね、うん、でも20持ってたからね、うん、ちょっと難しかった、20ってさ、この世の中に1枚しかないのにふうにゃんが取ってた、そうえ、すごい、いきなりえ、でもマックスゼロもじゃない、マックスゼロも1枚、1枚だ、だからここからは20もマックスゼロもないんだ、ないんだ、うわー、うわー、早すぎませんか、なんやばい、ねえ、わかんない。え、意図的に配りました？わざとですか？わざとです。やらせ、やらせか。てか早っ、温度。いや、楽しい。どういうこと？もうちょっとやりたかったよ、これで。じゃあ、ふうきゃんのライフがあと1になったところで、はい、次何が出るんだろう。次の戦いいきたいと思います。待って、怖くて来ようって言えない。言えないよね。言えた。嬉しい。じゃあ、行き渡りましょう。はい。はい。じゃあ、行きます。せーの。じゃん。ちょっと見して。見して。なるほどね。ほうほう、見して。おー。あー、なるほど、なるほど。ほうほう。じゃあ、あー、なる、あ、そっか。あー、むずいな。あれ ?2 にします。3。4。5。7。7。8。10。10? うん。来ようって言おうかな。いや、でもな。チャンピオンになるんだろ？チャンピオンになる。チャンピオンになるんだろ？チャンピオンになりたい。どうする？でしょ？うん、でしょ？これで私が言ったら、ね、もしかしたら。もしかしたらだよね。早速脱落かもしれないよね。やだ、それだけは。フラグ回収。今10出てる。今出てるのが、フラグ回収。あ、今出てるのが、20とマックスゼロはないから。いや、まだ今、カオリンさん10って言ったっけ？うん。10って言った。ん？ 11 って言ったっけ？あ、10って言いました。10って言った。うん。これとこれはないから、私は、チャンピオンになる！こよって！お！せーの！で、あ、11！ 11！ ということは、よし！こよって宣言失敗！よっしゃー！おぶりー！いや、私ね、多分11ぐらいだろうと思ったんですよ。すごい。いや、マジこれ賭けでした。ということは？だってさ、マイナスとかさ、1から5の数字の方が多いじゃん。そうね。でも、次、ふうにゃんがなんか言ってても、私宣言してた。クリじゃないか結局いや、あなたまたゼロ引いた。いや、ほんとだねってことは、ゼロの泉ですし、黒ゼロだったんで、すべてのカードが、うん、巻き戻ります。巻き戻ります。え、嘘、マジ？え、じゃあ、最初のこの、うわー！マックスゼロ。うわ！20も。はい。です。なんて戻してくれてるんだ。ここで残念なお知らせがあります。はい。船戸さん。はい。脱落です。なんで早かった。早いな。フラグ、早かったな。おかしいなぁ。一級フラグ。この分だとさ、次私。おかしいなぁ。やっぱ中フレ。いやー、むずいわ。いや、でもこれはもう運だよ。周りからなの、うん。そうそう。やっぱ4番目ってのが、4番目だとやっぱ思っちゃうよね。そういうこと？いや。そういうこと？くそー。難しいなぁ。すごいなぁ。さすがだなぁ。じゃあ、行きます。せーの！あ、危ね危ね。なるほど。え、なるほどね。
なるほどな。1。2。3。4。おお。5。わかんないもん。ほう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 。6。7。8。すごいね。上げてくね。お、悩んでますね。8って言ったっけ。いや、9。9?お、10。11。あ、怖い。21。12。おお。こよて。おお。せーの。ですが、出します。そう、いきます。せーの、はい。3 11、12、13、14。あ、ってことはセーフだ。宣言失敗。カオリンさんはセーフで、私のコヨーテ宣言失敗。え、あ、そういうこと。あ、そうか。ナイフが1削られる。くぅぅぅ、ハテナか。いや、私さ、ハテナの意味を忘れちゃって。え、そう、私も。え、そうだったの。そう、ハテナの意味を忘れて、なんだっけなって思って。だからさ、あんまり見て、ずっと考えてたら、これバレるなと思って。で、でも、裏に意味書いてなくて、なんだっけ。え、ここに書いてたの、ここに。あ、ここ書いてる。あー、なるほど。うん。ま、でも、なんということでしょう。戦果敢に挑んだ勇者が。カオリンが11って言って、で、結局、私が出たのが、私自分が、要はこれが、だからか、そう、これが入れ替わることになりますので、私も2ぐらいかなと思ったの、自分が。うん。だから1個見たんだけど。まさかのハテナだった。ハテナだった。うん。自分で引いて3だったんだよね、もう失敗です。いや、もうこれはわからない。わかんない。これはわかんないね。あ、ちょっとフンギャンにじゃあやってもらおうかな。あ、オッケー。ゲーマス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 お願いします。なんか、ハテナだったから、どんな顔していいかちょっとよくわかんない。どんな顔していいか。でも、ハテナが、今の、ハテナなくなりました。ハテナなくなったから。1枚しかないんだもんね。うん。うわー、悔しい。じゃあ、配ります。ね、ギリギリだね。ギリギリだね。じゃあ、1、2、2の戦い。こんな、毎回さ、こんないい戦いになる。ねえ。すごいギミック使って。おもろい。はい。せーの、ドン。お。カリン。あ、ごめんね。お。なるほど、なるほど。なるほど。あー、面白い勝負になってきましたね。オッケーオッケー。で、今のとこ、ハテナはないから。うんうん。あー、なるほどね。はい。はいはいはい。はい。うん。1対1。2。3。お。悩んでますね。え、悩むの？なるほど。15。うん。来ようって。お。じゃあ行きましょう。せーの、ドン。ほい。そうだよな。カオリンのこのカードによってカリンちゃんの20点が相殺されて。5点 !5! あたし、いけ、いけた？コヨーテ宣言成功！いけたー！そうだよなー。いや、もうこれ、一騎打ちってこと？そうや。あ、なんかうまくいかないかなと思って。うまくいってみた。いやいや、うまくいく。って言ってみた。すごい。なんか騙そうとしないで。なんか騙そうとしたんだ。なんか騙そうとしたんだ。なるほど。決勝戦、始まります。はい。いきますよ。対戦お願いいたします。お願いいたします。では、せーの。じゃん。お。
一瞬。はい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 。うん、じゃあ、かおりんさんから。うん。もうそれは1です。2! 早い。え、3?4。なんか反応早いよね。4?4? って言った？あ、4ね。カードをチェックする。大事ですね。大事ですね。うん、5。そうね。6。7。8。あれ？プーさんになってきた。8。おいしい。食べたいな。8。8です。悩んでおります。悩むね。9。おー。9。おー。10。10。ほう。ほうほうほう。うわっ。お、悩んでおります。動くか、そろそろ。動くか。動くのか、前田香織が。どうするのか。いや、11。お。12。おお。すっごい見るんだけどね。攻めてる。うん。13。お。14。おお。さあどうする？読めないぞ二人とも。うん。15。16。おお、プーさん攻める。結構いったな。ギャンブラーのプーさんだね。うん、結構いったな。また行くよ。ギャンブラー行くよ。いや、かけるよ。じゃあここで、来ようて。あ、お、前田香織さん来ようて宣言。はい。では、カードを出してください。せーの。じゃん！あ、お、12！来ようて宣言成功！やだーいやー、怖かった。怖かった。怖いね。もう、20引いたことなかったでしょ。で、うん。でも20ここに出てるんですよ。そう。だから、あ、そうかそうか。だから15とか。とにかく20を過ぎたら、こういうってしようと思って。あー。じゃあ、では、せーの。うん、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 うん。なるほど。なるほどね。じゃあ私から。2。3。4。5。6。5よって。お6で来ようって。いきますよ、じゃあ。せーの。ドン！あはは12！ 来て失敗！勝者の前田香織！まさかのね、さっきと数字が逆になっちゃったっていう。まさかの。うん、嘘でしょ？おもろい。え？まさかの。10と2で2と10。永遠に10と2で戦ってました。わぁ、全然読めなかった。いや。そうなんだよね。なんか自分が高いって思えないんだよね、このゲーム。そうね。ほんとそう。なんか、3、4、5ぐらいだろうと思うと、いやー、でもいい戦いだ。攻めれなくなっちゃう。ライフ減ってない。すごい、すごい、わー、取れた。のらりくらりと。完勝だ。できる。のらりくらりと。いきました。はい。イエーイ。ということで、優勝は前田香織さんでーす。はーい。おめでとう。それでは今日の動画はここまでです。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それでは、またねー。こようてを前田香織。